ウィリアム・エドガー・ボーラは、アメリカ合衆国の著名共和党員、弁護士であり、長期間アイダホ州選室のアメリカ合衆国上院議員を務めた。その弁説の技術と孤立主義的見解で注目された。その人生後半のあだ名は、アイダホのライオンだった。ボーラは、イリノイ州ウェイン軍の公立学校及びエンフィールドのサザン・イリノイアカデミーで教育を受けた。 h t w e b s t ー r が1916年に出版した漫画によれば少年時代に鉄道の車掌になりたいという願望があった。1885年にカンザス大学に入学したが新入生の年に結核を患らって退学を余儀なくされた。ボーラは法律を勉強し、1887年9月に法廷弁護士として認められた。カンザス州ライアンズで 法律実務を行った後、1890年にアイガホ州ボイ市に移転し、その新しい州で最も傑出した弁護士になった。ボーラは牛の放牧会社で働いていた牧童を殺したとして告発されたダイヤモンドフィールドジャック・デイビスの死刑判決を変更したことに抗議する手紙を社面委員会に送ったことがあった。ボーラは1902年に アメリカ合衆国上院議員になることを目指したが、アイダホ州議会では、ウォレス出身の共和党員弁護士、ウェルドン・ビー・ヘイバーンに敗れた。後に、上院議員になった直後の1907年、元アイダホ州知事、フランク・ストイネンバーグを殺害した角で、ビッグ・ビル・ヘイウッドとその他求心的、労働組合役員二人の全国的に報道された裁判で、検察官としてのボーラは、 クラレンスだダロと対決した。ボーラは1895年に、ウィリアム・ジェイ・マコーネル知事の娘、メアリー・マコーネルと結婚した。夫妻には、子供がなかった。セオドア・ローズベルト大統領の娘である愛人、アリス・ローズベルト・ロングワースとの間に娘ポーリナ、ロングワースが生まれた。1906年、アイダホ州議会は、終戦室のアメリカ合衆国上院議員について、 論争のあった民主党員現職のフレッド・ディボアの代わりにボーラを選出した。ボーラは1912年にも衆議会によって再選され、一般選挙になった後も1918年、1924年、1930年、及び1936年と4度再選された。間補修の歴史の中でも最も長くアメリカ合衆国議会議員を務めたものとなっている。 1908年から1912年には、共和党全国委員会の委員となり、1912年、共和党全国大会の大議員となった。上院議員としてのボーラは党に忠実であるよりも、原則を曲げないものとなり、そのことで偉大な反対者というあだ名ももらった。外交政策では、もつれた国家間の同盟を嫌い、結出した反帝国主義かつ民族主義者となって、 アメリカのリベラル政治とヨーロッパ大国政策の分離を続けることに賛成した。一連の世界経済協議会を開くことを奨励し、低い関税に賛成した。1919年、ボーラとの他の共和党上院議員、著名なものとしては、マサチューセッツ州のヘンリー・カボット・ロッジやカリフォルニア州のハイラム・ W ・ジョンソンが第一次世界大戦を終わらせるベルサイユ条約と、 国際連盟の設立の上院における批准について、ウッドロー・ウィルソン大統領と衝突した。ボーラは、条約と連盟に妥協せずに反対することで、注目された上院議員集団、イレコンシラブルズの指導者として、頭角を表した。1919年の間、ボーラとジョンソンは、ウィルソン大統領が条約を支持する演説旅行に、出たのに対抗して、条約に反対する。 国内安弥を行った。1919年11月19日、上院議場で行ったボーラの条約と国際連盟に反対する印象的な演説が最終的に上院の拒否決議につながることになった。1925年から1933年、ボーラは上院外交委員会の委員長を務めた。その時にソビエト連邦の認知に賛成して、 ソ連寄りの見解で知られるようになり、モスクワがアメリカ合衆国と公式の関係を持たない機関に権限を超えたやり方でソビエト政府との仲介を行うこともあった。噂によれば、クレム人の政府はボーラのことを高く評価していたので、この上院議員の紹介上院以外何も持たなくても、アメリカ市民がソビエト連邦の中を旅行できる許可を得ることができたということである。 上院外交委員長時代には、フランク・ケロック、ジョン・デューイ、サーモン・レビンソン、ジェームズ・ティー・ショットウェルラと共に、パリフ戦条約の締結に尽力した。内政では、アメリカ合衆国労働省や同児同局を創設する法案を提案した。ウォレン・ハーリング政権のスキャンダルを暴いたとされる上院議員たちの一人となった。1932年、世界恐慌の中で、 ハーバート・フーバー大統領の保守的な政策に飽きたらず、フーバーの再選を求めた運動への協力を公然と拒否した。民主党のフライ・クリン・ルーズベルトに、フーバーが敗れた後、ボーラはこの時上院の長老となっており、ニューディール政策の特定の政策、例えば老齢年金や執行命令によるアメリカ合衆国市民の金の没収については指示したが、 他の全国産業復興法や農業、調整法などには反対した。ボーラは革新派共和党員であり、しばしば党の保守派とは強く意見が対立した。頑固だという評判もあった。保守的な大統領カルビンクリッチがボーラの乗馬好きの話を聞いたとき、大統領はボーラ上院議員が馬と同じ方向に進むと想像するのは難しいねと答えたということである。 アイダホ州の保守派共和党員で著名な知事かつ後にアメリカ合衆国上院議員となったフランクワール、グッディングもしばしばボーラとの確執があった。自身の党内から反対があったにもかかわらず、ボーラはアイダホ州内や他の地域で強い政治力を持ち続けた。当時、米国公認会計士協会会長だった。 ウォレス・イー・オルソンは、所得税法やその税率を冷笑して、アメリカ合衆国議会での討論に次のように報告した。多くの反対者が表明した恐れというのは、ここで提案されている法案とその低い税率は、テントの中のラクダの花であり、一旦法制化されれば、税率が上がっていくだろうことだった。アイダホ州のウィリアム・イー・ボーラ上院議員は、そのような危惧に対して激怒し、 税率が最終的に20%にまで上がるだろうという示唆を嘲笑った。ボーラは誰がそのような社会主義的税率を押し付けられるだろう。議会だけだ。またアメリカ合衆国民の代表である議会が公平さ、公正さ及び愛国心をそれほどなくしておれるだろうか。と問うた。1931年、ボーラはベルサイユ条約とポーランド回廊の改定。 および昔のハンガリー王国からオーストリア、チェコスロバキア、ルーマニア及びユーゴスラビアに領土を割譲したトリアノン条約の改定に賛成すると表明した。1932年、ボーラはジュネーブで返した1933年ロンドン経済協議会の起案者たちの提案、すなわちアメリカ合衆国は世界恐慌からの回復手段として、 政府官夫妻を生産すべきという案に強い反対を表明した。1936年71歳のボーラは共和党革新派を再活性させるためにアイガホ州の出身者としては初めてアメリカ合衆国大統領選挙に出馬した。ボーラが候補者になることは共和党保守派の指導層に反対されルーズベルトには取り合われなかった。ボーラは ほんの一握りの大議票を得ただけだった。ウィスコンシン州という一つの州だけ、大議員の過半数を得たが、その州では、進歩的上院議員ロバート・ m ラフォレット・ジュニアがボーラを支持したからだった。ボーラは、共和党の候補者になったアルフランドンの支持を拒み、ボーラは、党の境界を超えて、ルーズベルトを支持するのではないかと考える者も,もいた。結局4年前にそうだったように、ボーラは、 いずれの候補者も支持しないことを選んだ。ボーラは大統領選挙で失敗しても、その長い政歴を通じて、アイダホ州の選挙民には、個人的に人気を保ち続けた。アイダホ州選出の上院議員である間共和党員からも民主党員からも深刻な政治的挑戦を受けることはなかった。大統領選挙を降りた後の1936年、後半、 ニューディール政策で民主党はその好調期にあったが再選を目指した上院議員選挙ではルーズベルトの同調者で間補修知事を3期務めたシーイベンドスに対して投票総数の60%以上を得て当選した国立彫像ホールコレクションに展示されているボーラの彫像ボーラはセオドア・ルーズベルト元大統領の娘で仲間の政治家ニコラス・ロングワースの妻だった アリス・ロングワースと長い間のジョージがあった。アリス・ロングワースの一人娘で結婚してから20年近く経って生まれたポーリナ・ロングワースの実の父親であるという噂があった。ポーラの死後、コア・ビダルによってポーリナの父として結びつけられたが、当時ビダルはその主張を裏付ける多くのデータを出さなかった。アリス・ルーズベルト・ロングワースの日記がその元気作者で、 ある歴史家ステーシーエイコーデロイに利用できるようになり、ボーラが父であることをアリス自身が認めたことを見つけて出版した。その他、キャロル・フェルゼンタール、ベティボイド・キャロリのような歴史家やタイムマガジンのジャーナリスト、レベッカ・ウィンターズ・キーガンもポーリナ・ロングワースの父はボーラであると表明し、この知識はワシントン DC で一般に認められたものであることを示した。ボーラは、 その公的な高血性、流暢な演説能力及びその選挙区民に対する誠実な関心で知られたまま、1940年1月19日にワシントン DC で脳出血のために死んだ。満7 4歳だった。ボイ氏のモリス・ヒルボッチに埋葬されている。1947年、アイダホ州は州に割り当てられた日体の彫像の一つとして、 ワシントン DC やメリカ合衆国議会議事堂の国立貯像ホールコレクションにボーラの銅像を寄贈した。標高12,662フィートとアイダホ州で最高峰である。ボーラ山はボーラにちなんで名付けられたものであり、ボイシのボーラ高校とコーダリーンのボーラ小学校という二つの公立学校も同様である。アイダホ大学では毎年の外交に関するシンポジウム、 同および学生自治会館の劇場がボーラの名前を冠している。ワシントン DC でのボーラの住まいだったウィンザーロッジのウィリアム・イ、e ・ボーラアパートメントは1976年にアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。1973年から1984年にカナダ首席判事を務めたボーラ・ラスキンはボーラにちなんで名付けられた。ボーラは ドイツがポーランドに侵攻した後の1939年9月に、神よ、もし私がヒトラーと語っておれば、このことは全て避けられたかもしれないと言ったと伝えられて、いるのが今日もっとも知られていることかもしれない。この引用の出典は、当時インターナショナルニュースサービスのワシントン支局長だったウィリアム・キンゼハッチンソンが編集し、表した1940年の上院文書、 ウィリアム・イ・ボーラ閣下の生涯と業績に関する新しい記事である。ボーラがこの発言をしたという他の公的記録はない。ボーラはハッチンソンがこの文書を出版する前に死んでおり、それを否定も肯定もできなかった。よって、その信憑性は疑わしいままである。この引用は純粋な外交の力への信念について、愚直さとも伝えられる証拠として繰り返し、取り上げられてきた。 保守的評論家、チャールズ・クラウト・ハマーはその論説で少なくとも3度この引用に触れている。すなわち1989年の中国、1994年の北朝鮮、及び2006年のイランとの交渉に対する類似性を挙げた時だった。2006年8月、アメリカ合衆国国防長官、ドナルド・ラムズフェルドは、テロリストたちと別に平和交渉をしようと発する。 物たちを非難するときに、この引用に触れた。2008年5月15日、アメリカ合衆国大統領ジョージ・ダ・ブリュー・ブッシュは、イスラエルの建国60周年を祝うときに、クネセトに対する演説でこの言葉を引用し、その後に、我々が、テロリストや過激派と交渉すべきと信じている者が、いるように見えるが、あたかも巧妙な議論によれば彼らがすべて、間違っていると説得できるかのようだ。 と付け加えた。バラク・オバマ自身を含めて何人かの者は、ブッシュのコメントは、オバマがイランの指導者たちと喜んで交渉する用意があると言ったことに対する批判であると解釈した。ホワイトハウスのスタッフは、この引用がアメリカ合衆国はハマースと進んで会うべきだと言った元大統領のジミー・カーターを批判する意味合いが強いと述べた。ありがとうございます。